それではこれより会議を開きます。議長、越智貴雄君。議案条程に関する緊急動議を提出いたします。平成25年度一般会計予算、平成25年度特別会計予算、平成25年度政府関係機関予算、異議3案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。よし。越智貴雄君の動議にご異議はありませんか。ご異議なしと認めます。平成25年度一般会計予算、平成25年度特別会計予算、平成25年度政府関係機関予算、右3案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。予算委員長、山本雄二君。ただいま議題となりました平成25年度一般会計予算ほか2案につきまして、予算委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。この予算3案は去る2月28日本委員会に付託され、3月6日麻生財務大臣から提案理由の説明を聴取し、翌7日から質疑に入り、基本的質疑、一般的質疑、集中審議、いわゆる地方公聴会、公聴会、分科会を行うなど、慎重に審査を重ね、本日、締めくくり質疑の後、採決をいたしたものであります。まず、予算3案の概要について申し上げます。平成25年度一般会計予算の規模は、92兆6115億円であり、前年度当初予算に対して 2.5% の増加となっております。歳出のうち国債費を除いた基礎的財政収支対象経費の規模は70兆3700億円であり、前年度当初予算に対して 2.9% の増加となっております。歳入のうち公債金は42兆8510億円で、公債依存度は 46.3% となっております。特別会計予算については、東日本大震災復興特別会計を含め、18の特別会計があり、会計間の取引額などの重複額等を控除した歳出準計額は、185兆3884億円となっております。政府関係予算については、株式会社日本政策金融公庫など、4機関の予算を計上しております。なお、財政投融資計画でありますが、その規模は18兆3896億円で、前年度当初計画に対して 4.2% の増加となっております。審査においては、経済財政金融政策、TPP 交渉参加問題、東日本大震災からの復旧復興対策、エネルギー政策及び原発問題、外交安全保障政策、社会保障雇用政策、教育政策、統治機構、行政改革など、国政の各案にわたって熱心な質疑が行われました。その詳細は会議録によりご承知願いたいと存じます。かくして本日、質疑を終局いたしましたところ、民主党無所属クラブ、日本共産党及び生活の党からそれぞれ平成25年度予算3案につき撤回の上編成替えを求めるの動議が提出され、また日本維新の会及びみんなの党の共同提案により平成25年度予算3案に対する修正案が提出され、趣旨の説明がありました。ついで予算3案各動議及び修正案について討論採決を行いました結果、各動議及び修正案はいずれも否決され、平成25年度予算3案は賛成多数をもっていずれも原案の通り可決すべきものと決しました。以上ご報告申し上げます。
平成25年度一般会計予算ほか2案に対しては、長妻昭君ほか1名から3案につき、撤回の上編成替えを求める動議が、また桜内文樹君ほか9名から、国会法第57条の2に基づき、賛成者50人以上の連署をもって、修正案がそれぞれ提出されております。この際、右動議及び修正案の趣旨弁明を許します。玉木雄一郎君。私は民主党無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました政府提出の平成25年度予算3案につき、撤回の上編成替えを求めるの動議について、その趣旨を説明いたします。民主党政権では、少子高齢化、経済のグローバル化、莫大な累積債務の存在といった変化と制約の中で、人への重点投資や地域主権改革の推進を重点施策と位置づけながら、厳しい財政事情の下で、財政規律にも配慮しつつ、政権運営、財政運営を行ってまいりました。実際、民主党政権下の平成23年度決算ベースでは、国債発行額が税収を上回る異常な事態が解消され、財政状況の改善に向けた兆しが見えていました。また、経済的理由による高校中退者が半減するなど、人への重点投資を行ってきた政策の効果もようやく出てきたところでした。しかしながら、政府提出予算案では、こうした方向性が後退しています。民主党政権が掲げた理念は、中長期的な観点に立って、持続可能な経済社会システムを作り、次の世代に責任を果たすために正しい方向性だと信じるものであり、政府提出予算案をこうした理念に沿って組み替えるため、動議を提出するものであります。いかに編成替えを求める理由を具体的に説明します。第一に、財政健全化への取り組みが後退していることであります。4月4日に日本銀行が量的・質的金融緩和を決定したことによって、財政ファイナンスと見なされないためにも、政府が財政健全化への道筋を明確に示すことが一層重要になってきています。しかし、政府提出予算案や総理・財務大臣の国会答弁でも、財政健全化に向けた道筋は必ずしも明確になりませんでした。一方で、2月28日に内閣府が公表した試算によれば、平成24年度補正予算、平成25年度本予算の編成によって、国際公約である国地方を合わせた SNA ベースでのプライマリーバランスは明らかに悪化することがそこに明示されています。そこで、一定程度経済対策としての効果に配慮しながらも、被災地の円滑な事業執行に支障が生じるほど過度に膨れ上がった公共事業予算については、適正な水準にこれを縮減し、もって国債発行額を減じるべきであります。第二に、地域主権改革の取り組みが後退していることです。政府予算案では、民主党政権下で創設された一括交付金を廃止、紐付き補助金が復活しています。この紐付き補助金には様々な問題点があります。まず、省庁縦割りの壁を乗り越えて予算配分ができないため、経済社会の変化や地域の様々な行政ニーズに柔軟に対応できないこと、さらに、受益と負担の関係が巧妙に分断されることで、効率的な予算の活用や財政規律を保持しようとするインセンティブが
働きづらくなることです。そこで地方の声に耳を傾け、使い勝手を高めた上で、この廃止された一括交付金を復活させることで、地域の自主性、自立性を高める地域主権改革を進めてまいります。第三に、人への投資が後退していることです。少子高齢化と経済のグローバル化が同時に進む中で、日本全体の付加価値や生産性を高めていかなくてはなりません。そのためには、子供を産み育てやすい環境整備も含めた人への投資こそが最大の成長戦略だと考えます。しかし、政府提出予算案では、公共事業費を大幅に積み増しする一方、文教及び科学技術振興費は前年より削減されるなど、人への投資が後退しています。第4に、原発依存度を引き下げる方向性が予算からは見えないことであります。2年前の福島第一原発の事故によって、安全神話は崩壊し、多くの国民ができる限り原発に頼らないことを望んでいます。この国民意識の変化に正面から向き合い、予算に的確に反映させる必要があります。核燃料サイクルを含む原発推進予算を可能な限り圧縮をし、これにより得た財源を日本経済の再生の観点も含めて、再生可能エネルギー、省エネルギーに重点的に振り向けます。また、除染のみならず、廃炉措置など、原発事故処理の他の分野についても、国の責任を明確に位置づけ、処理を加速すべきと考えます。以上の理由から、民主党無所属クラブは、平成25年度予算3案を撤回し、組み替えを行うことを求めます。次に、編成外の概要について申し上げます。第一に、公共事業予算を縮減し、建設国債の発行を抑制します。15ヶ月予算によって、被災地の円滑な復興に支障が生じるほど、課題に計上された公共事業、約7000億円程度縮減し、適正な規模とし、建設国債の発行額を抑制します。第二に、地域自主戦略交付金を復活させるとともに、これに見合う形で各府省に計上される社会資本整備総合交付金等の縮減を行うことで、地域主権改革を推進いたします。第三に、地方公務員給与の強制削減を取りやめ、当該金額を地方の基準財政需要額に上積みすることで、地方交付税総額を増額します。合わせて、給与削減の代替措置として講じられている全国防災事業、緊急防災減災事業費、及び地域の元気づくり事業費については廃止をいたします。なお、民主党は同様の理由により、政府提出の地方交付税法案等改正案にも反対したところであります。第4に、人への投資を拡充します。具体的には、少人数学級の推進、厳しい環境の中で働く介護労働者の待遇改善、および6月に開催予定されております TICAD5 を後押しするための世界基金へのコミットメントなど、国内外の人への投資に関わる予算の拡充を図ります。なお、第3、第4に関わる歳出増については、平成24年度補正予算編成時で残高を有するそうした基金の増額分について適切な見直しを行うことで約4000億円を捻出し、これらを財源に充てることといたします。最後に、エネルギー関連予算を組み替えます。エネルギー特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策などに毎年多額の不要が生じている現状を踏まえ、同勘定の予算を実態に即した水準に減額するとともに、これによって確保された財源を廃炉技術の開発や再生可能エネルギー、省エネルギーの普及促進などに活用します。以上が
民主党無所属クラブの組会案の概要であります。何卒我々の動議に議員各位の賛同を賜りますようお願いを申し上げます。最後に、いつ発生するかわからない地震や津波に備えて防波堤や防潮堤を強化することは大事です。そのことと同じように、長期金利の急騰などいつ発生するかわからない経済環境の急変に備えることも同じように重要だと考えます。そのために、いわば経済の防波堤とも言うべき財政規律の保持については、夢軽視することがないよう強く要請をし、趣旨の説明を終わります。次に桜内文君。日本維新の会の桜内文です。私は提案者を代表して、ただいま議題となりました日本維新の会及びみんなの党の共同提案にかかる平成25年度一般会計予算、平成25年度特別会計予算及び平成25年度政府関係機関予算に対する修正案について、提案の趣旨及び概要を説明いたします。まず提案の趣旨について申し述べます。この修正案は、私自身この14年にわたり心血を注いで開発した国家財政ナビゲーションシステム国ナビを用いて作成いたしました。私が政治家を志した原点は、公会計制度改革、すなわち国家財政の複式簿記化を通じて政府の意思決定、とりわけ財政政策の責任を数字で明らかにしたい、そしてそのことによって日本の財政を持続可能なものとし、世代間の公平を実現したいと考えたことにあります。国ナビを用いて作成したさまざまなシミュレーション結果を含む財務情報は、国家を経営すべき立場にある政治家にとって極めて重要です。国家経営とはビジョンを実現する力です。すなわちビジョンを示す数値目標の設定、その実現のための政策手段の選択、政策実施の進捗管理、経済効果のフィードバック、そして政策手段の補正、これら一連の国家経営のプロセスにおいて、バランスシートをはじめとする複式簿記による財務諸表の数値は、国家の経営者たる政治家が政策判断を行う上でなくてはならないものです。では平成25年度政府予算案の内容はどうでしょうか。今我が国が置かれている厳しい経済環境の中、日本経済の復活を実現する予算案と言えるでしょうか。安倍内閣は本年1月の緊急経済対策に基づく大型補正予算と一体として、いわゆる15ヶ月予算を編成し、経済再生に向けた機動的な財政政策であると自画自賛しています。しかしその実態は、単なる公共事業の大盤振る舞いによる景気のカンフル剤に過ぎず、1000兆円を超える国の債務残高をさらに積み上げる結果となっているではありませんか。確かに国民の生命財産を守る防災減災のために必要な公共事業は実施すべきです。しかしかつての自民党長期政権時代と同様、官僚主導の予算編成に逆戻りし、従来型公共事業に偏重しているようでは、日本が世界の成長センターとして復活することは不可能です。政府提案の予算案には、一番重要であるはずの目指すべき国の形、理念が欠如していると言わざるを得ません。
官僚主導で編成される予算案にはどうしても逃れられない欠陥があります。憲法83条に言う国の財政処理権限の国会中心原則によれば、単なる法の執行機関に過ぎない官僚の意思決定には国民の代表者として選挙で選ばれたという正当性の根拠が欠けています。したがって最強の権力を誇る財務官僚といえども、予算編成にあたり直近で国会の議決を経た前年度当初予算案をベースとするほかはなく、対前年度比でいくら増額するか削減するかという限られた範囲内でのみ査定権限を行使できるのです。また立法府である国会の議決を経ることなく、既存の法制度に基づく義務的経費を一方的に削減することもできません。要するに立法府である国会に属する我々国会議員自身が意思決定をしない限り、全面的な予算修正やゼロベースでの予算の見直しなど所詮不可能なのです。今やこのグローバルな競争環境の中で我が国が生き残っていくためには競争力を強化するほかはありません。そして競争力を強化する最善の方法は競争をすることです。つまり科学技術を強化し、企業が活動しやすい環境を整え、世界の中で競争を恐れず競争していくことこそが一番重要であると考えます。我々は多様な価値観を認め合う社会を前提に、自立する個人、自立する地域、自立する国家を実現することを目指します。予算とは国の進むべき方向性を財務面で表現したものです。我々はそれぞれの党勢である維新発作、そしてアジェンダの実現に向けて、この国のあるべき姿を予算としてお示しするため、ここに共同して修正案を提示するものです。以下、我々の修正案、すなわち維新発作アジェンダ実現予算の概要について申し上げます。まず第一に、統治機構改革です。同修正への移行を前提とし、消費税を全額地方へ移管するとともに、地方共有税基金を創設し、地方交付税に代わる新たな財政調整制度を実現します。地域間に偏在が少なく、景気動向に税収が左右されない安定的な消費税を地方税化することにより、自治体に独自の財源を与えて地方の自立や工夫を促し、国に頼らない独自の自治体経営を可能にします。また自公政権となって廃止された地域自主戦略交付金を、地方にとって自由度の高い、いわば第二交付税として復活し、これに対応する各省の補助金等を減額しております。このような改革により、これまでの官僚主導中央集権型国家から、民間主導地域分権型国家への転換を目指します。第二に、行財政改革です。我々は小さな政府かつ強く賢い中央政府を作り上げることを目標としています。現在の我が国の財政状況に鑑みれば、財政規律を重視すべきことは論を待たず、徹底した行財政改革が不可欠です。修正案においては、大幅に増加した公共事業費の伸びを抑制することをすることとともに、不要不急の交付金、補助金、委託費等の移転的支出を2割または1割削減、国家公務員の人件費についても1割削減としています。第3に、世代間の格差是正、社会保障制度改革です。昨年8月、民主、自民、公明の3党の賛成で成立した社会保障制度改革推進法において、年金、医療及び介護においては、社会保険制度を基本とし、国及び地方公共団体の負担は、社会保険料にかかる国民の負担の適正化に充てることを基本とするとされているにもかかわらず、平成25年度予算においても従来と何ら変わらず、年金、医療、介護の3分野で巨額の一般財源が社会保障給付の補填のために投入されています。働き盛り世代、若者世代の負担が課題である一方、これが高齢者世代へと所得移転されている構造、一日も早く改め、一般会計から移転される社会保障関係費を最小限度に抑制する安定的な社会保障制度を確立しなければなりません。
我々は世代間格差の是正のため公的年金制度を現行の付加方式から積み立て方式に移行するとともに公的医療保険制度を一元化し自己負担割合の一律化を目指す法案を準備しています。今回の予算修正案においても公的年金制度の積み立て金方式への移行により持続可能な公的年金制度を構築するとともに一般会計から年金特別会計への繰り入れを大幅に減額いたします。また医療保険についても被用者保険の一元化に伴う歳出削減を行うほか高齢者医療における自己負担金を本則の2割に戻すことによって歳出削減を行います。第4に科学技術立国競争力強化です。日本経済の復活を成し遂げるためには機動的な財政政策よりも民間投資を喚起する成長戦略こそが何より重要であると考えます。今日本社会には至るところに既得権の塊がゴロゴロしています。既得権を生かし付加価値を生まなくなった分野に資金が流入し続ける一方で新たな付加価値を生み出すイノベーションも生まれずあらゆる分野で新規参入が阻害されています。競争なきところに付加価値なし。 GDP とは付加価値です。商売上の言葉で言えば粗利であり売上総利益です。売上がすべてを癒し利益こそ経済持続の要件なのです。政府がなすべきは敗者復活のセーフティーネットを整備した上であらゆる新規参入規制を撤廃し自由で公正な金融資本市場そして流動性の高い労働市場を形成することにあります。その上で新たな付加価値を生み出す可能性は高いがその分リスクも高く大規模な資本を要する産業分野に政府自らが投資を行うべきです。我々の修正案では民間の活力を引き出すための規制緩和を推進し世界をリードする新規産業及びそれを支える未来の技術者等の人材を育成するために科学研究に関する予算及び育英奨学金関係の予算の増額を行うこととしています。また世界中から資本を呼び込みグローバル競争に打ち勝つことのできる強い経済を作り上げるため設備投資促進のための自由償却制度の導入などにより法人税の減税を行います。最後に防衛力の整備です。我々は法の支配という自由主義の価値を共有する国際社会の一員として世界の平和と繁栄に貢献する理想を追求すると同時にバランスオブパワーという国際社会の現実から目を背けてはなりません。したがって憲法全文にあるように平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して自国と自国民を守る手段を放棄すべきではないしまた政府の責任として放棄してはならないと考えます。我が国の平和と安全を守ることは国の責務です。今日の国際状況に鑑み対ミサイル防衛力強化のため防衛費を増額いたします。以上が修正案の提案の趣旨とその概要です。現在我々日本維新の会は公会計制度について現行の現金主義単式簿記に加えて発生主義複式簿記を採用することを通じて国家経営における財務管理とその責任を財務諸表上の数字で明らかにする財政健全化責任法案を今国会に提出する予定としています。同法案では政府に予算ベースでの財務諸表の作成と開示を義務付けています。同法案に倣い平成25年度予算に関する政府案と我々の修正案に基づき国ナビの自動仕分け機能を用いた複式処理によって一般会計及び特別会計を連結した予算ベースでの財務諸表を作成したところ以下のような顕著な財政健全化が見て取れます。まず平成25年度末における公債発行残高については政府案785兆円に対し修正案では 7.7 兆円改善し778兆円となります。同じく平成25年度末の政府の純資産残高も政府案のマイナス543兆円、これは GDP を超える債務超過です。
これに対して修正案では 3.9 兆円これを改善しマイナス539兆円となります。次に業務費用、いわゆる年間の行政コストは政府案141兆円に対し修正案では 15.6 兆円圧縮し125兆円となります。その結果新規国債発行額も修正案では政府案に比べて5兆円圧縮することが可能となります。一般会計と特別会計の連結上のプライマリーバランスも大幅に改善し政府案のマイナス19兆円の赤字に対して修正案では 6.4 兆円の改善が見られマイナス13兆円弱にまで赤字幅は圧縮されます。以上国家財政の複式簿記化と予算編成における国ナビ等の活用を通じて国家経営におけるイノベーションを起こすべき時であることを指摘しておきます。代議士各位にはぜひとも本修正案に対するご理解を賜り本修正案にご賛同いただきますようお願い申し上げ私の趣旨弁明といたします。以上で動議及び修正案の趣旨弁明を終わります。これより予算3案に対する討論と動議及び修正案に対する討論と一括して行います。順次これを許します。まず西銘恒三郎君。私は自由民主党を代表し、ただいま議題となりました平成25年度一般会計予算、特別会計予算、政府関係機関予算、以上3案に対する賛成の立場で討論を行います。これら3案の予算は合計すると200兆円を超える規模になり、国民の生活隅々まで関わる極めて重要な予算であります。特に一般会計予算は歳入で税収が公債発行による借金を3年ぶりに上回り歳出で日本を強くしなやかな国にするため真に必要な公共事業関係費を前年度より約7000億円増やしております。私は常々国政の根幹は安全保障だと考えております。我が国を取り巻く安全保障環境は極めて厳しいものがあります。北朝鮮の核開発、ミサイル発射に関する言動は常軌を逸していると言わざるを得ません。また尖閣諸島を含む東アジア、南アジア情勢も一層厳しさを増しております。その中にあって国民の生命と財産を守るために一刻も早く予算を成立させ執行しなければなりません。さて我が国経済は長年にわたるデフレのもと500兆円とも言われる莫大な国民の所得を失ってきました。またデフレ心理の蔓延により企業収益の向上や賃金の増加など経済の本格的な再生に向けた動きが妨げられてきました。このような状況からいち早く脱却することが我が国全体の再生にとって必要不可欠であります。
昨年12月に誕生した第二次安倍政権は、アベノミクス三本の矢、すなわち、一、大胆な金融緩和、二、機動的な財政出動、三、民間投資を喚起する成長戦略、これらを一体的に推し進めてまいりました。政権発足後一ヶ月余りの短い期間で、緊急経済対策の策定、平成24年度補正予算の編成、そして日本銀行との共同声明の取りまとめなど、果断にかつ的確に政策を矢継ぎ早に発射してきました。まさにロケットスタートであります。これらの大胆な決断が功を奏し、昨今の円高是正、株価の回復など、日本経済は着実に回復への道を歩み始めております。今後こうした動きを、民間投資の喚起や雇用と所得の拡大を通じて、民需主導の持続的な緩やかな経済成長へつなげていかなければなりません。そのために、先に成立した平成24年度補正予算を引き続き速やかに執行すると同時に、平成25年度予算をしっかりと着実に実行していく必要があります。以下、平成25年度予算3案に賛成する主な理由を申し述べます。賛成する第一の理由は、この予算が機動的な財政出動の具現化であり、我が国が直面するデフレ脱却、経済再生に向けて早急に対応をすべき分野に予算を重点化している点であります。具体的には、東日本大震災からの復興の加速、被災地の屋内運動施設の整備や定住支援、まちづくり支援、インフラの老朽化対策や事前防災減災対策など、国民の命を守る復興と防災の分野であります。また省エネ、再生可能エネルギーの導入促進や研究開発の推進、メタンハイドレート等の資源開発や海洋資源探査技術の研究開発、そして身近なところで中小企業、小規模事業者を支援するための予算5430億円を含めて、将来の成長による富の創出分野にも力を入れております。さらには待機児童解消に向けた子育て支援、いじめ対策、通学路の交通安全対策、バリアフリー化、生活困窮者の自立就労支援など、暮らしの安全安心分野であります。以上の3分野に重点化したものとなっており、我が国経済の活性化や国民の安全安心にも大きく寄与する予算となっております。第二の理由は、歳出分野の見直し適正化に取り組んでいる点であります。具体的には、公務員定数を厳しく見直し、効率化に取り組み、2374人の定数削減を実現しております。また国家公務員給与の減額、退職手当の引き下げを実施しております。地方財政計画においても、給与関係経費を削減し、その削減分を地域の防災事業や地域活性化等の緊急課題に対応できることにしております。また生活保護については、生活扶助基準や医療扶助の適正化を図り、生活困窮者の就労支援を合わせて推進してまいります。第三の理由は、財政健全化目標の達成に向けた第一歩を踏み出す予算となっている点であります。先に述べました予算の重点化、
行財政改革の取り組み等、メリハリをつけた結果、公債発行による借金が税収を上回るという過去3年の異常状態を脱却をしております。財政出動による需要の創出をいつまでも続けられないことを踏まえ、重点分野に大胆な資源を投入しつつも、財政健全化目標に向けた政府の姿勢が現れているのであります。以上、本予算案に賛成する理由を申し述べました。結びに、予算委員会では、慎重審議を徹底し、様々なテーマで集中審議を重ねてまいりました。審議時間も82時間と30分、充実した審議であったと確信をしております。しかも、驚くべきことに、審議が中断することが全くありませんでした。与野党委員各位の精力的な審議、委員長の議事運営に対して心より敬意を表します。一方で、政権発足が12月末となったことで、例年と比べて審議入りの遅れを余儀なくされました。すでに新年度に入って2週間余りが経過をしております。50日間の暫定予算が成立したとはいえ、我が国経済を再生させるため、そして最も重要な東日本大震災からの復興を加速させて、国民の安全安心を取り戻すためにも、本予算案の一刻も早い成立がぜひとも必要であります。議員各位のご賛同を賜りますよう強くお願いを申し上げ、私の賛成討論とさせていただきます。なお、民主党提出の編成替えを求めるの動議、そして日本維新の会とみんなの党共同提出の修正案については考えを異にするので、反対の立場を明確に表明をしまして、討論を終わります。大西健介君。民主党の大西健介です。私は民主党無所属クラブを代表し、政府提出の平成25年度予算については反対、民主党提出の組み替え動議については賛成、日本維新の会及びみんなの党提出の修正案については反対の立場から討論を行います。予算案について述べる前に、まず議員運営委員会においてすべての野党が反対する中、与党が強硬的にいわゆるゼロ増5減法案の委員会付託をしようとしていることに強く抗議いたします。法案提出前から自民党石破幹事長が衆議院での会議決を示唆するなど、与党の姿勢はまさに数の横暴と言わざるを得ません。今からでも遅くありません。与党は与野党が円満に議論できる環境を整えることを強く求めます。さて、安倍政権の発足から3年余りが過ぎました。この間3ヶ月余りが過ぎました。この間、アベノミクスと呼ばれる経済政策、あるいは日銀による異次元緩和などにより、急激に円安株高が進み、デフレ脱却、景気回復に向けた期待が高まっております。
我々民主党もかねてより大胆な金融緩和と早期のデフレ脱却を主張してまいりました。したがって今日の状況が雇用拡大、賃金アップを含む健全な経済成長へつながるのであれば、我々としてもこれを評価いたします。しかしながら現状は期待が先行しているだけで、実態として景気が回復したわけではありません。アベノミクスならぬアベノバブルだという指摘さえあります。だからこそ我々はこれが真に景気回復に向かうものなのかどうなのか、より冷静慎重に見極めなければなりません。そうした視点で改めて今年度予算を見たとき、やはりそこには大きな懸念があると言わざるを得ません。アベノミクスの三本の矢は、大胆な金融緩和、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の三つです。今年度予算は、このうち機動的な財政出動という方針の下で、昨年度の補正予算と合わせた15ヶ月予算として編成をされております。そもそもこうした予算編成のあり方自体が、極めて問題のある手法であることは、補正予算審議の際にも指摘をしてきたところであります。財政規律の甘くなりがちな補正予算において、5兆円もの建設公債を発行していながら、今年度予算において、新規国債発行額を圧縮したことをもって、財政規律を守ったかのような喧伝をするのは、国民を愚弄するものであります。その上、この予算の目玉政策は、過大な公共事業であります。15ヶ月予算における公共事業は 7.7 兆円と、24年度当初比では 1.7 倍に膨れ上がっております。確かに防災対策やインフラの老朽化対策は必要です。しかしながら、それが真に必要なものであるかどうか、あるいは適正な規模かどうか、本来ならばしっかりとした評価を行った上で予算付けを行うべきであって、公共事業ありきで予算をばらまくような余裕はこの国にはありません。公共事業に依存した景気回復経済成長は時代遅れです。かつての自民党政権では、バブル崩壊以降、200兆円もの予算を公共事業に投じて、経済を再生するどころか巨額の財政赤字を生み、将来世代に過大なツケを押し付ける結果を招きました。ここにいる我々全員がもっと謙虚になり、この歴史に学ぶべきであります。国民の中には、アベノミクスは小泉竹中路線で格差が拡大したように、大企業や富裕層には恩恵があっても、庶民の生活はインフレでより苦しくなるのではないかという懸念があります。そうした中、社会保障政策に関しては、生活扶助基準の見直しが進められておりますが、現政権は生活保護制度が住民税の非課税限度額や様々な福祉制度など他の制度と連動していることへの認識が甘く、我が党議員の指摘によって初めて問題の重大さに気づくといったありさまであります。現状の生活保護制度に問題があることは我々も認識を共有しておりますが、まずは不正受給対策や生活保護以外のセーフティーネットの構築が急務だと考えます。また、我々は昨年の社会保障と税に関する三党合意に基づき、社会保障改革に関する議論を進めるべきと、一貫して自民党、公明党、両党に訴え続けております。しかし、両党には議論を進めようという姿勢が全く見受けられません。その一方で、政府においては、雇用の金銭解決や、高額療養費の自己負担上限の引き上げに関する議論が進められております。これは、自助を基本とする自民党あるいは安倍内閣においては、社会保障制度改革に取り組むつもりはなく、社会保障の切り下げを行うというメッセージなのでしょうか。我々民主党は、これからの人口減少社会にあって、社会保障改革、そして社会保障制度を支える税制改革が不可避であると考え、現役世代も高齢者も国民がみんなで負担を分かち合うと同時に、誰もがその受益者となる社会保障制度改革のあり方を模索してまいりました。しかし安倍内閣において、
こうした我々の取り組みが保護にされつつあります。かつて格差拡大、医療崩壊をもたらした小泉内閣と同じく、安倍内閣において再び弱者切り捨てが行われかねないことに強い危機感を覚えます。さらに今年度予算では地域主権改革への取り組みも大きく後退をしています。民主党政権下では地方が自分のことは自分で決定する仕組みを目指し、一括交付金を創設しました。しかし安倍内閣ではこれを廃止し、中央省庁の権限である紐付き補助金を復活しました。また地方の反発に耳を貸さず、強引に地方交付税を削減し、その代替措置として全国防災事業を講じてきたと強弁をしています。こうした対応に安倍内閣が地方に対してどのような認識を持っているのかがはっきりと現れていると思います。つまり旧来の中央集権型の政府の姿に逆戻りをしているのです。民主党が進めた地方主権改革とは、地方の自主性を高め、国から地方へ権限と財源を移すことによって活力ある地域社会を実現し、それが結果として日本の国力を高めることになるという考え方に基づいています。しかし安倍内閣ではこうした地方主権改革への取り組みは何もなく、むしろ地方は国に従属するのが当然であるかのような感じさえ受けます。次に安倍内閣の金融政策と成長戦略に関して申し上げます。先般日銀は量的質的金融緩和として市場に供給する資金量を2年で2倍にすること、国債発行額の7割に相当する巨額な国債を買い入れること、日銀券ルールを一時停止することなどの方針を決定しました。こうした日銀の政策決定を市場は歓迎をして、急激に円安株高が進みました。しかし一方で供給された資金が土地や株に向かい、資産バブルを生じるのではないか、あるいは巨額な国債購入が事実上の財政ファイナンスと受け止められるのではないかといった懸念も強まっております。黒田日銀総裁はこれが日銀の独立した政策決定である以上、財政ファイナンスには当たらないと主張しております。しかし果たして今後市場にどのように受け止められるかは分かりません。そこで必要となるのが、政府の財政健全化に対する取り組みと成長戦略であります。政府が財政健全化に向けて着実な努力を重ね、同時に成長戦略を示して資金需要を喚起することがなければ、市場の信頼をつなぎ止めることも、実体経済への波及効果も期待はできません。しかし残念ながらこの予算にはそうした取り組みは全く盛り込まれておりません。また政府が年王までに策定するとしている中期財政計画も成長戦略も、いまだその影さえ見ることができません。さらに TPP 交渉参加に向けた事前交渉では、自動車など大幅な譲歩をし、今後の交渉で本当に国益を守れるのか不安が高まっています。それにもかかわらず政府においては公共事業に対する財政出動が行われ、日銀にあっては国債の大量購入と資金供給量の倍増を図ろうというのであります。それではあまりにも無責任であり、私たちはギャンブルのような政策に国民の生活を委ねることはできません。これまで述べてきたように、今年度予算には安倍内閣の財政政策の本質が何であるか見事に示されています。財政規律を軽んじ、金融政策と公共事業に頼り、低所得者層や地方の生活実態を顧みるところがなく、極めて傲慢かつ粗雑と言わざるを得ません。そこで我々は今年度予算を撤回し、編成替えを行うべきとの動議を提出いたしました。その内容は、第一に公共事業予算を1兆円程度削減し、建設公債発行総額を減額すること、
第2に一括交付金を復活させ、社会資本整備総合交付金等の補助金を削減すること。第3に地方公務員の給与の強制削減を取りやめ、地方交付税総額を増額すること。第4に介護労働者の処遇改善や少人数学級の推進など、人への投資に関わる予算を拡充すること。第5にエネルギー特別会計の電源開発促進勘定を再エネ、省エネに関わる技術開発や普及に活用すること、以上5点であります。どうかここに盛り込まれた内容を今一度じっくりと考えていただきたいというふうに思います。財政規律やエネルギーの問題は我々が将来世代のために負うべき責任なのです。そして額に汗して働く人々のために予算を使う、人材の育成に投資をする、これこそが今本当に必要な予算なのではないでしょうか。なお、日本維新の会及びみんなの党が共同で提出をされた修正案については、その目指すところは理解しつつも、大幅な制度改革を伴うなど、今年度予算では対応しきれない内容も含むことから反対いたします。今週末に映画リンカーンが封切りになります。第16代アメリカ合衆国大統領、エイブラハム・リンカーンはこのように述べています。今日の責任から逃れることができたとしても、明日の責任から逃れることはできない。アベノミクスが今うまくいっているのだから、水を差すなという声があることも確かです。しかし、私たちは明日への責任を忘れてはならないと思います。本日、議場におられる皆様の明日への責任に対する良心に期待して、私の討論を終わります。ありがとうございました。石田典俊君。私は公明党を代表してただいま議題となっております平成25年度一般会計予算、平成25年度特別会計予算、平成25年度政府関係機関予算、以上政府3案に対し賛成、民主党の撤回の上編成外を求めるの動議、並びに日本維新の会みんなの党の共同提案の修正案に反対の立場から討論を行います。はじめに2年前の東日本大震災は被災地のみならず日本全国あるいは世界に地震津波災害の恐ろしさとその対応の重要性を再認識させました。世界有数の地震大国日本において今回払った多大なる犠牲を将来の教訓として生かしていくことこそが私たちに課せられた大きな課題であり使命であると自戒しております。震災の発生以来公明党は一貫して被災者の側に立ち被災者の声を聞きそれに応え続けてまいりました。しかしその傷はあまりにも広く深いと言わざるを得ないのが現状であります。そうした中で我々が行うべきはまず一刻も早く被災地の復興福島の再生を進めることであります。東北の復興をなくして日本の再生はありません。ここに重点を置くことが第一であります。そしてもう一つは将来必ずや到来する巨大地震や災害に万全の対策を打つことです。私の住む高知県中でも黒潮町は南海トラフ起因の巨大地震による津波が最大で34メートルに達すると想定されております。また南海トラフ沿岸の各自治体も同じくいずれ来るであろう災害に対する備えに奔走しております。今回の予算案はこうした国民の不安を安心に変えるための国の姿勢、責任、そして対策を具体化したものとまず評価したいと思います。以下政府3案に賛成する主な理由を申し述べます。賛成する第一の理由は平成24年度補正予算と一体的な15ヶ月予算と位置づけ日本経済の再生へ切れ目のない対策を実行する一方東日本大震災からの復興と防災・減災対策を重点化するなど我が党の主張を反映している点であります。特に被災者の安心を確かなものにするため平成27年度までに19兆円と設定されていたこれまでの復興予算の総枠が6兆円上積みされ25兆円に拡大されました。
大震災から2年が過ぎましたが、被災地ではいまだに住宅再建や除染は進んでいないのが実態です。瓦礫こそ撤去されたものの、住宅の基礎部分がむき出しになったままで、復興を実感するにはあまりにも程遠いのが実態です。住宅の再建や生活の再建など、被災者の方々が復興を実感できる成果を一日も早く出すために、予算総額の拡大は重要な政策であります。被災地の復旧・復興にあたっては、今回の予算で被災者支援として、被災者生活再建支援補助金や介護などのサポート拠点への支援、町の再生として復興交付金、産業の復興や雇用の確保として津波原子力被災地域企業立地補助金が盛り込まれているほか、原子力災害からの復興再生として長期避難者生活拠点形成交付金、福島定住緊急支援交付金なども計上されています。これらの予算が有機的に機能することで、復興を実感し体感できる事業が進むものと考えます。また今回の予算では、社会インフラの老朽化対策などを集中的に支援する防災安全交付金が計上されています。公共事業はばらまきだと決めつける一方的な批判がありますが、先ほども申し述べたように、防災減災対策は国民の命を守るということが最大の目的であり、従来の公共事業とは全く発想が異なるものと考えております。昨年末の中央自動車道佐多古トンネルの天井板落下事故で広く認識されましたが、老朽化したインフラの補修修繕が待ったなしの課題です。我が国の社会インフラの建設は高度経済成長期に本格化しており、近い将来に耐用年数が限界に達する施設は膨大な量に上ります。こうした社会インフラの維持や修繕を着実に推進するための交付金が設けられたことで、地域住民の生活と生命を守ることにつながるものと確信します。加えて早期に修繕補修を行うことで、将来のインフラ再構築にかかる莫大な費用を抑制する効果も期待できます。また防災安全交付金は、従前の社会資本整備総合交付金から支援対象メニューが大きく拡大されています。天井まで含めた非構造部材まで含めた住宅や建物の耐震化、既存のエレベーターの安全確保、宅地の異常化対策などに交付金を充てることが可能となっており、実に幅広い見配りがなされている交付金であるといいます。復興をはじめ防災減災対策の強化は今回の予算の際立った特徴であり、我が党の主張が大きく反映され、国民の命を守る政策が充実していると言えます。こうした観点からも今回の予算を評価することができます。賛成する第二の理由は、厳しい経済状況を突破し日本経済を守り、さらには将来に向けた成長につながる施策に対しての予算を重点化している点です。長引くデフレの脱却に向け、公明党が主張したインフレターゲットを含む大胆な金融政策、機動的な財政運営、民間投資を喚起する成長戦略を三本の矢として取り組む政府の姿勢に、経済界や市場関係者から高い評価を得られております。また一部ではありますが、その果実が大きくなる兆しが見えており、経済界も積極的に賃金を上乗せする姿勢を示すなど、景気回復への道のりが徐々に見えてまいりました。この流れを確かなものとするには、一刻も早い予算の成立と執行が必要であることは論語待ちません。今回の予算案には、省エネ、再エネの研究開発や iPS 細胞研究を含む、医療関連分野のイノベーション推進といった日本の産業を牽引する新たな分野への投資が充実していることが特色と言えます。一方で、日本の産業の屋台骨となっている中小企業のための技術開発支援や IT を活用して100万社以上の中小企業、小規模事業者と1万人以上の支援者をつなぎ、15万社にビジネスプランの提案などを行う専門家を派遣する経営支援策なども計上されており、中小企業を支える力強い予算であると評価できます。さらに、非正規雇用で働く若者の雇用安定化施策として、失業中もしくは正社員経験のない若者を雇って3ヶ月以上の職業訓練を行った企業に対し、1人当たり月15万円の奨励金を最長2年間支給する制度を創設し、正社員として定着した場合にも採用後2年間で最大100万円を事業主に支払うこととされており、雇用環境の改善にも寄与するものと考えます。このほか、厳しい経済状況下にあって将来の日本を担い立つ大学生らへの支援として、無利子奨学金の貸与者数の拡大のほか、現役大学生を主な対象とする
新卒応援ハローワークブランチの設置で、若者の採用に意欲を示す中小企業への就職の促進、ハローワーク職員が学生にアドバイスする窓口の学内設置なども盛り込まれております。一方で共働き家庭への支援、少子化対策を推進することで日本に活力を取り戻すことも重要であります。待機児童対策では、保育所の受け入れを7万人拡大することや、保育ママを3000人増員し、延長保育や休日、夜間保育、病児・病後児保育などの充実が図られることとなっております。深刻ないじめ対策では、心のケアを担うスクールカウンセラーをすべての公立中学校と公立小学校の7割に配置するいじめ対策等総合推進事業が盛り込まれたほか、パソコンや携帯電話を使ったいじめなど深刻な問題を抱えている学校に対しては、元教員や元警察官で構成される生徒指導推進協力員や学校相談員の派遣も拡充されるなど、いずれも我が党の主張が大きく取り入れられたものと自負しております。このほか、前政権下で大幅に削減された農業農村整備事業なども本予算案で復活しております。これらの事業は、農業生産力の向上や多面的機能の強化、防災減災対策を促進する内容となっており、農業の持続的な発展に必要なものと認識しています。賛成する第三の理由は、民主党政権下で3年間続いた新規国債発行額が税収を上回るという極めて異常といえる状況を克服し、4年ぶりにこの逆転現象を正常化させて、財政規律に配慮し、今後の財政健全化への重要な一歩となるバランスの取れた予算案となったことです。あらゆる政策手段を機動的に行使し、政策効果を引き出すためには、財政再建を視野に入れた予算であるかどうかの信任性が極めて重要であります。兆しの見えてきたデフレ脱却を確かなものとするためにも、今後の大きな課題である財政の不確実性をどう解消していくかであります。今月の月内経済報告では、一部に弱さが残るものの、このところ持ち直しの動きが見られると、3ヶ月続いた情報修正を据えたものの、輸出の判断については11ヶ月ぶりに情報修正するなど、景気回復への期待が込められました。15日の日本銀行の地域経済報告でも、国内9地域すべての景気判断を1月の前回報告から引き上げましたが、全地域揃っての情報修正は9ヶ月ぶりであり、家計や企業のマインドが改善していることを示しております。経済の再生なくして財政再建はありえません。また、財政再建を視野に入れずして経済の再生はありえません。つまり、自公政権による力強く機動的な経済政策が内需を拡大し、大胆な金融政策によって株価が上昇し、景気が上向いているのは事実であり、今回の予算案が恒常的に歳出を抑制、削減しつつ、安定した経済成長を成し遂げる方向を示し、市場もこれを信任していると考えるべきであります。その意味からも、財政健全化への一律化ともいえる本予算の早期成立を求めるものであります。民主党提出の組み替え動議、また修正案、維新、みんなの党の提出の修正案については考えが違いますので、考えをことにしますので、反対でございます。最後に、私自身、今般の政府与党に対する国民の期待の高まりの一方で、不安も募っていることも肌で感じております。公明党はその期待と不安を信頼に変えるべく、必ずや結果を出して参る決意であると申し上げ、私の賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございました。次に、山田宏君。日本維新の会の山田宏です。私は日本維新の会を代表して、
政府に対し平成25年度一般会計予算、特別会計予算、政府関係機関予算の3案を撤回することを求めるとともに、民主党、共産党、生活の党、各党による組み替え動議に反対し、日本維新の会及びみんなの党が共同で提案した維新発策アジェンダ実現予算を採用することを要求し、討論を行います。日本を賢く強くすることを掲げて立ち上がった日本維新の会は、国会の第三党としての責任を自覚し、自立する個人、地方、国家を目指すという基本理念のもと、是は是、非は非の基本姿勢で対応しております。この立場から、先の補正予算に対して日本維新の会は、多くの問題点を指摘しつつも、デフレ脱出に向けてのマクロ経済環境の整備と、東日本大震災の復興促進という緊急性の観点から賛成したところです。しかし、本予算については、我が党の求める理念政策に真正面から答えたものとは言えず、残念ながら反対せざるを得ません。総理が言われる危機を突破していくためには、今こそ前例と既得権益に縛られない大改革、グレートリセットが必要であり、あります。しかし、政府予算案は後で述べますように、抜本的な改革は先送りしたままであり、地方の底力を引き出し、思い切った歳出削減による財政規律確立への決意を示し、明日への投資に軸足を移した予算にはなっていないというのがその理由です。まず第一に、政府案は地方分権への方向性が希薄であります。確かに民主党政権の一括交付金制度は使い勝手の良い制度ではありませんでしたが、地方にはまだ裁量権がありました。しかし本予算では再び各省庁の紐付き補助金制度に戻してしまいました。しかも建設国債が財源であるため、それがハード事業にしか使えず、例えば学校にパソコンを配置することには使えないなど、必ずしも地方のニーズに応える仕組みとはなっておりません。それは単に地方に対する配慮は足りないということではありません。どこでどのような事業を行うかを霞が関で決定する仕組みそのものが問題なんです。私も17年ぶりに国会に戻りましたけれども、まあ、その間都議会、前に都議会議員を務め、そして杉並区長をやりました。まあ、分科会で各議員の熱心な質問を聞きました。それぞれよく研究されて質問されていましたけれども、まあ、道路の話にしても、川の話にしても、遊歩道の話にしても、保育園の話にしても、これは国会でやることじゃありませんよ。これは区議会でも、都議会でも、県議会でもやってることです。こういうような分科会でこういう話が出ないように、やはり国の改革をしていかなければなりません。地方分権をさらに進め、公共事業などは国ではなく、地方が決めるように仕組みを変えるべきです。自ら決定する権限と責任なくして、どうして自立した強い地方が生まれるでしょうか。また、強い地方をなくして、どうして強い日本が取り戻せますか。国と地方とがそれぞれの持ち場で、自らの力を発揮できるようになるためには、さらなる地方分権が必要ですが、各省出先機関の公益自治体への移管にも消極的で、そのような視点が今回の政府予算には決定的に欠落していると指摘せざるを得ません。日本維新の会は道州制を含む地方分権を強く主張していますが、それは公共事業や保育などは地方に任せて、外交や安全保障、危機管理、マクロ経済政策など国の役割を絞り込むことで国の機能を強化すべきだと考えているからです。そこで日本維新の会は本日、抜本的な統治機構改革を見据えた予算案を提出しました。地方にできることは地方に任せる仕組みを構築し、政府が外交安全保障などに専念できるようにするためにも、思い切った地方分権を推進する予算案となっています。具体的には、道州制に移行するという統治機構の大改革を実現するため、まず消費税を全額地方税化するとともに、地方交付税に代わる
新たな財政調整制度として地方共有税を創設することを提案しています。予算を通じて大胆な地方分権を推進するというのが日本維新の会の修正予算案の第一の狙いです。第二に、行政改革にもっと切り込むべきです。ここ数年の財政状況を見れば、税収40兆円に対し歳出が100兆円規模になるなど、持続不可能な事態に陥っていると言わざるを得ません。しかも本予算を含む15ヶ月予算全体で見れば、来年度予算のプライマリーバランスは民主党政権の 24.9 兆円より 3.3 兆円も悪化しています。しかも消費税増税で国民に負担を求める以上、政府も身を切る改革をさらに徹底すべきですが、行政改革も十分とは言えません。そこで日本維新の会の修正案は、政府の各省庁の経費を一律2割カットするほか、国家公務員の人件費もさらに1割カットしています。第三に、明日の日本を担う世代に配慮した社会保障制度を推進すべきです。平成25年度一般会計予算において、年金10兆6000億円、医療10兆6000億円、介護2兆5000億円、これら3分野合計で23兆円を超える一般財源が社会保障給付の補填のために投入されています。そもそも年間60兆円を超える社会保険料の大半を働き盛り世代、そして若者世代が負担していますが、その多くは高齢者世代に使われているだけでなく、一般財源としても23兆円という国税収入の半分を超える金額がそのまま高齢者世代に所得移転されています。にもかかわらず、安倍政権は後期高齢者医療の自己負担額を現行の1割から2割へ引き上げることを見送り、その結果 1.5 兆円もの国庫負担が発生しています。しかし、明日の日本を担う児童生徒の医療自己負担額が3割で、後期高齢者は1割のままという、現行制度の継続を果たして国民は望んでいるんでしょうか。日本維新の会は、世代別勘定を設置した新たな公的医療保険制度とともに、明日の日本を担う世代を考えた新たな公的年金制度を導入する修正予算を提案しております。第三に、日本経済の競争力強化の徹底です。今回の政府予算では、従来型の公共事業に多額の予算を振り分けています。確かに防災減災のために必要な公共事業は実施すべきですが、それだけでは日本が世界の成長センターになることは困難です。そもそもグローバルな競争環境の中で生き残っていくためには、競争力を強化するしかありません。競争力を強化するには、もう何も他はないんです。競争すれず、競争する環境を作るしかないんですよ。日本の経済の本格的な復活のためには、従来型の公共工事拡大路線とは異なる、先端分野に重点を置いた競争力強化路線を目指すべきです。同時に世界中から資本を呼び込み、グローバル競争に打ち勝つことのできる強い経済を作り上げるため、直ちに法人税の実効税率を大幅に引き下げるべきです。そこで日本維新の会は、1兆円規模の法人税減税を実施するとともに、世界をリードする科学技術開発のための予算を3割増加させる修正予算を提案しています。第五に、防衛力の強化です。安倍総理も指摘されているように、北朝鮮の核実験やミサイル発射、尖閣をめぐる中国との軋轢と外交安全保障問題が山積しています。北朝鮮は核爆弾の小型化を進めており、すでに保有している中距離弾道ミサイルとともに、我が国にとって核の脅威が現実化しています。日本維新の会は、バランスオブパワー戦略に基づく防衛力の整備を主張しており、近隣諸国の軍事拡大に対応するためには、ミサイル防衛体制や巡航ミサイルの整備、サイバーテロ対策を含む情報収集体制の強化などのため、防衛費については1000億円の増額を提案しております。同盟国アメリカは、深刻な財政難から強制的歳出削減、財政の崖による軍事費を今年から10年間でおよそ114兆円削減していくと予想されています。その一方で、中国は飛躍的に軍事費を拡大しており、アジア太平洋地域の軍事バランスは大きく変わっていくことが予想されます。軍事バランスの変動は必然的に地域紛争を誘発しやすくなると思われ、
日本を取り巻く国際情勢はますます厳しくなる見通しで、防衛力の強化は喫緊の課題であります。そしてこれらの危機に対応するためには、にも現在の統治機構を抜本的に改革すべきなんです。内政についてはできるだけ地方に任せ、国は外交安全保障、危機管理、マクロ経済に特化して集中的に取り組むようにすべきです。国の第一義の役割は、国家の独立と国民の生命財産を守ることだという原点に立ち返るときです。そしてそのような統治機構改革を実行するためにも、官僚主導の前例踏襲型予算ではなく、思い切った予算編成が我が国には必要です。さて、衆議院において本予算に対する修正案が出されたのは戦後わずか2回しかありません。昭和23年7月2日と昭和28年3月1日です。そして昭和28年から数えると実に60年ぶりに衆議院本会議で我々は修正案を提案しました。このことは国際環境と我が国の国民がこれまでの行政の改善ではなく国家経営そのものの抜本的な改革を求めているという総理の言われる戦後政治の総決算という歴史的な転換点に今あることを示していると思います。危機に直面した我が国の歴史的転換点にふさわしい予算はどれなのか。日本維新の会、みんなの党の共同提案による修正案、維新発作、アジェンダ予算に対する代議士閣議のご賛同をお願いして、私の討論といたします。なお、長い時間にわたりまして、安倍総理、はじめ閣僚の皆さん、大変、時間にご協力をいただき、熱心な答弁をいただきました。心から感謝を申し上げますとともに、後半では少し一部の閣僚の方が私語をなさるなど、少し緩みがあったと思います。ぜひ、心を引き締めて、これからも日本の国の政治に当たっていただきますよう、再度注意を喚起いたしまして、私からの討論を終わります。以上です。中島克人君。みんなの党の中島克人です。私はみんなの党を代表いたしまして、政府提出の平成25年度一般会計特別会計及び政府関係機関予算に反対、日本維新の会及びみんなの党が共同提案いたしました修正案に賛成の立場から討論を行います。アベノミクスといわれる安倍政権の経済政策の多くの部分はみんなの党の結党当初からの政策と重なり合っております。とりわけ大胆な金融緩和によるデフェレからの脱却、そのための日銀のレジームチェンジの必要性は、私たちがとりわけ強く訴えてきたものであり、安倍政権がその方向性を取り入れて、現在の成功を収めていることは、高く評価できるものと考えております。しかしながら、今回の予算案を見ると、これまでの日本の国家経営を大きく変える内容とはなっておりません。アベノミクスの三本の矢の一つと言われる機動的な財政出動ですが、24年度補正予算と合わせた15ヶ月予算との触れ込みで、精査も十分に行われていない公共事業が全国にばらまかれることとなっております。被災地では公共事業の発注もままならず、予算の執行率も低いままです。このような状況でさらに公共事業を積みますのは、旧来型の発想から抜け出ていない証拠のようなものです。仙台での地方公聴会では、10メートルのコンクリートの防潮堤で閉ざされた海の見えない漁村は果たして安全なのかという問いが投げかけられました。完成しても311のような
津波が襲った場合は果て一睡するのでは、堤防はないとの前提で対策を立てるようにと宮城県は指示をしています。コンクリートの寿命は60年、おそらく100年は持ちません。破堤した堤防は200キロメートルとも言われ、仮に1メートルが500万円としても建築費だけで1兆円を費やすことになります。この指摘に対して与野党を問わず多くの賛同の意見が出ましたが、それに代わる考え方を今回の政府予算案は示しておりません。私たちは地域に必要なものが何であるかは地域が議論して決めるべきと考えてきました。だからこそ復興庁は被災地において現地主導の即断即決の体制を整えるべきだと言ってきましたし、将来的には地域試験型導集制で人、物、金の地方移管を進めるべきと言ってきたのです。安倍政権も導集制を掲げておられますが、その第一歩となるはずの国の地方出先機関の地方移管には与党の一部が強く反対しています。 TPP 交渉参加の決断も、自動車分野で必要以上の譲歩をしてまで農業分野を聖域として守るなら何のための決断だったのかということになります。ただ聖域化して守っても農業分野の競争力強化策がなければ日本の農業は衰退していくだけです。衆院選において断固反対、絶対反対を叫んでいた与党議員や支持団体をなだめるため、ウルグアイラウンド対策と同じような効果の乏しいばらまき構造改善事業を再び行えば、日本の農業はもう二度と立ち直れないでしょう。しかし規制改革会議では農業における規制改革が重点分野から外されております。費用対効果を度外視した公共事業のばらまきや、官が成長産業を選んで投資するターゲティングポリシーの産業政策が経済成長につながった試しはほとんどありません。補正予算以来多用されている官民ファンドを作って政府がリスクマネーを提供する手法も、かつての産業投資特別会計の惨憺たる失敗を見れば、その行き先はおのずから明らかではないでしょうか。経済成長を牽引するのは民間企業であり、官が成長分野を見つけることはできない。だからこそ事業意欲を持つ民間企業にあまねく恩恵が及ぶ投資減税、自由償却税制を私たちは提案しております。オバマ大統領による設備投資に対するボーナス償却の減税案がアメリカ経済の復調につながった事例から学ぶべきではないでしょうか。電力需要化についても、発送電分離を2018年から2020年をめどと先送りし、責任あるエネルギーミックスもゼロベースに戻して今後10年間で議論することとなりました。一方で原発再稼働は今後3年間で判断するとしています。核燃料サイクルも再処理もそのまま続行、福島第一原発事故の原因究明もできていない中で、事故収束作業も危うい状況の中で、事故前の原発推進政策への逆戻りが着々と進められているかのようにも見えます。ロケットスタートを切りながら巡航速度に乗って二の矢三の矢を放つべき時に失速や逆噴射では元の木阿弥になってしまいます。日本の国家経営を変え、国の形を変えていく、そのような方向性が今回の政府予算案からは十分に感じられません。これに対し私たちは、衆院提出は昭和28年以来60年ぶりとなる単なる組み替え動議ではない予算案に対する修正案を日本維新の会とともに共同提出いたしました。この修正案はまさに私たちが目指す国の形の具現化であり、同時に複雑怪奇な国の財務諸表の奥の奥までを知る高い実務能力を持つ議員を要するからこそ実現したものです。安倍総理と私たちの国家経営の理念は多くの部分で共通しております。
TPP に示されるように、安倍総理が自らの国家経営の理念に基づき、政策を断行しようとすると、最大の抵抗勢力は野党ではなく、むしろ与党の側にいるように私たちには思えます。日本に必要な改革を成し遂げるため、ぜひ、みんなの党、及び日本維新の会、共同提出による修正案の内容を取り入れていただきたいと思います。以上をもって討論をといたします。ありがとうございました。宮本岳志君。私は日本共産党を代表して2013年度予算3案に反対、動議及び修正案に反対の討論を行います。消費税が 10% になれば、反対理由の第1は消費税増税を前提としている予算だからです。消費税が 10% になれば社会保障の負担増などと合わせて1世帯あたり31万円も負担が増加し、金融緩和による物価上昇と合わせると消費者物価が3年間で 9% に跳ね上がります。消費税増税は勤労者の可処分所得と消費支出をますます減少させ、雇用の7割を支える中小零細業者の営業を破壊し、税収は落ち込み財政危機打開にもつながりません。消費税増税は断じてやめるべきであります。本予算案は基礎年金国庫負担割合と2分の1の差額に必要な財源に年金特例公債2兆6000億円分を充て、その償還財源を消費税増税で賄うこととしていますが、このようなやり方は許されません。社会保障の財源は証券優遇税制や大企業優遇税制の廃止、累進課税の強化など、富裕層や大企業を優遇する不公平税制を是正すること、新規大型開発や軍事費など、歳出の無駄にメスを入れることによって確保すべきであります。第二に、社会保障予算では、昨年の民事公3党合意に基づく給付削減を具体化しています。生活保護費670億円減、生活扶助基準引き下げ等で220億円が削減されます。これらの削減は憲法が保障する国民の生存権を脅かすものです。さらに、年金保険給付費1500億円減、児童扶養手当7億円減など、国民が必要とする手当と給付を削減しています。国民に消費税増税を押し付けた上、社会保障の根幹部分を軒並み削減しており、断じて容認できません。第三に、国民生活を支えて、長期にわたり低迷後退に陥った日本経済を立て直す予算とはなっておりません。大企業の成長戦略と利益最優先にしがみつく経済政策によって、結果的に内部留保と非正規労働者が増加し、雇用が不安定化し、中小零細企業の廃業が増加するなどの経済的悪影響が明瞭に現れており、この路線はすでに破綻しております。今必要なことは、大企業の内部留保を国民所得と中小零細企業に還元することであり、労働者保護の立場で労働のルールを確立し、雇用を安定させて内需主導の経済政策に転換することです。日本の TPP 参加は、日本の広範なサービス分野をはじめ、農業に打撃を与え、地方経済と暮らし、雇用、安全を破壊するものです。地方経済に与える影響の試算では、北海道、沖縄の産出額が5割減、栃木、滋賀は4割減という深刻な数字が出ております。他方で、
非関税措置の撤廃が日本経済に与える影響について、政府が未だに試算を明らかにしていないのは問題です。12日、日本の TPP 交渉参加について、米国の承認を得るための日米事前協議で合意しました。この合意は、米国が日本の参加を認める前提条件としていた牛肉と保険などの要求を丸呑みしたものです。事前協議の段階でさえ、安倍総理が言う守るべきものは守ることができずに、すでに米国に譲歩を重ねているではありませんか。国民の利益に反する TPP 参加は即刻やめることを求めます。第4に、沖縄の辺野古への米軍新基地建設は断じて認められません。普天間基地は即時無条件返還を求めるべきです。米軍のグアム移転経費や思いやり予算は全額削減すべきであり、F-35 の導入などの軍事費の増加は周辺諸国との軍事的緊張を高め、東アジアの平和的環境づくりに逆行し反対です。第5に、東日本大震災から2年が経ちました。被災者の生活と生業の再建を最後まで支援することを明確にして、復興の取り組みを抜本的に強化することが求められています。ところが、被災地で切実な要求である医療・介護の減免措置に対する国の負担が計上されていないことは問題です。東京電力福島第一原発事故について収束宣言を撤回し、国と東電は宮本武史君に申し上げます。申し合わせの時間が過ぎましたから、簡単にお願いをいたします。原発再稼働をやめ、原発から直ちに撤退することを決断し、原発に頼らない再生可能エネルギー政策への転換を求めるものであります。以上、私の討論を終わります。小宮山康子君。生活の党、小宮山康子でございます。討論に先立ちまして、先日の兵庫県淡路島付近を震源とする地震により被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。私は生活の党を代表して、ただいま議題となりました平成25年度予算3案に反対の立場から討論を行います。私たち生活の党は、国民の生活が第一の理念に基づき、命、暮らし、地域の三つを守ることを最優先課題としています。以下、反対を表明せざるを得ないと考える主な理由を述べます。第一に、私たち生活の党は、デフレ不況下での消費税増税に反対しています。本予算における公共事業には、消費税増税の前提とされる経済成長が実現されたかのように演出したい政府の姿勢が映し出されています。景気浮揚を演出するため、増額ありきの一時的な公共事業のばらまきでは、以前と同様に債務膨張を招くとともに、その経済効果は限定的となりかねません。さらに、増税が行われた場合に一気に景気を冷え込ませることになるのは明らかです。本予算では歳入として年金特例公債約2.6兆円を発行し、後年消費税を引き上げで償還することとされていますが、引き上げの最終判断がなされていない消費税増税を担保とした公債発行を財源とすることは不適切です。次に、私たちは地域のことは地域で決め実行できるように、国の補助金等は原則一括交付金として地方が自由に使える財源を交付する仕組みとするべきだと考えています。地域自主戦略交付金一括交付金を廃止することは、いわゆる紐付き補助金の復活となり、地方分権地域主権推進の観点から容認しがたいものです。一括交付金は手続きの改善、予算額の確保等を求める声はあるものの、地方公共団体の自由で責任ある判断の拡大につながるとの評価もあり、
なお一層手続きの簡素化等の運用改善を行うべきです。第3に、私たちは福島原発事故を踏まえ、エネルギー政策を大転換し、10年後を目途に原発ゼロとする政策を進めるべきだと考えています。本年度予算にはこのような方向は見えません。核燃料サイクルを含めて原発推進の予算を削減し、新エネルギー、再生可能エネルギーを中心とした代替エネルギーの普及や省エネ分野に重点化すべきです。また除染のみならず廃炉も含めた今後の方向性についても国の責任を明確化すべきです。第4に、本予算は人への投資、子育て支援といった観点が後退しています。少人数学級の推進、高校授業料無償化の堅持、幼児教育にかかる予算の見直しや増額等が必要です。第5に、現在の最重要課題の一つが被災地の復旧復興の加速であることは言うまでもありません。急激な円安とともに、平成24年度補正予算も含め無原則に積み上げられる公共事業費が人件費、資材費の高騰を招き、被災地の復旧復興に支障を与えています。復旧復興の進捗の各段階で地域の実情に応じて柔軟に活用できる被災地特別地方交付金などの創設が必要です。以上述べた主な問題点をはじめとして、本予算は国民の生活が第一の内容とは言い難く、反対せざるを得ないと判断いたしました。なお、民主党提出の予算編成替え動議については消費税増税を前提とされており、また日本維新の会及びみんなの党から提出されました修正案については、同税の地方税化についてなど見解の異なる点があり、いずれも反対いたします。以上で私の反対討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。以上をもって討論は終了いたしました。これより採決を行います。まず、長妻昭君ほか1名提出、平成25年度一般会計予算ほか2案につき、撤回の上編成替えを求める動議について採決をいたします。長妻昭君ほか1名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数、よって動議は否決されました。次に、桜内文樹君ほか9名提出、平成25年度一般会計予算ほか2案に対する修正案につき採決いたします。桜内文樹君ほか9名提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数、よって修正案は否決されました。次に、平成25年度一般会計予算ほか2案を一括して採決をいたします。この採決は記名投票をもって行います。3案の委員長の報告はいずれも可決であります。3案を委員長報告のとおり、決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は正票を持参をしてください。議場を閉鎖いたします。指名点呼を命じます。安倍淳一君、宮本武史君、井出陽生君、林博樹君、野間武史君、畑浩二君、高橋千鶴子君、三谷秀弘君、椎名剛君、石川智弘君、玉城デニー君、塩川哲也君、小池正成君、浜地正和君、阿部智子君、村上文義君、赤嶺政権君、伊坂信彦君、畑中光成君、
稲津久志君、亀井静香君、青木愛君、笠井明君、青柳陽一郎君、柏倉雄二君、遠山清彦君、吉川はじめ君、小宮山康子君、鈴木勝正君、佐々木健翔君、佐藤正夫君、中島勝人君、大熊俊明君、江田康之君、照屋監督君、小沢一郎君、北田圭司君、C 和夫君、山内光一君、杉本和美君、柿沢美人君、富田茂之君、渡辺芳美君、江田健二君、浅尾圭一郎君、佐藤茂樹君、中野弘正君、浜村進君、丸山穂高君、上西さゆり君、伊佐真一君、国重徹君、樋口直也君、百瀬智之君、山内剛君、岡本光成君、小清水圭一君、佐藤秀道君、田沼隆君、西田譲君、伊藤航君、浮島智子君、竹内譲君、岩永弘樹君、浦野康人君、西岡新君、古谷典子君、高木道夫君、高橋美穂君、重徳和彦君、木下智彦君、西野光一君、高木陽介君、上田勇君、赤羽和義君、今村博文君、杉田美代君、椎木保君、三木圭君、足立康君、大口義則君、増谷圭吾君、石田範俊君、馬場信之君、伊藤信久君、中丸博夢君、新原秀人君、鈴木義弘君、漆原義雄君、石井圭一君、斉藤哲夫君、川野正美君、村岡俊秀君、東国原秀夫君、松田学君、坂本雄之介君、井上義久君、北川和夫君、太田明宏君、宮沢隆人君、三宅博史君、鈴木望む君、山田博史君、坂口直人君、今井雅人君、小熊慎二君、上野博史君、桜内文樹君、中田博史君、松並健太君、石関隆君、園田博之君、西村慎吾君、中山成明君、谷畑隆君、小沢咲人君、松野頼久君、藤井隆雄君、平沼武雄君、石原慎太郎君、村上雅俊君、寺島義行君、大西健介君、村井秀樹君、坂本大輔君、玉木雄一郎君、後藤雄一君、奥野総一郎君、新谷正義君、西根由香君、岸本周平君、中根康弘君、若井康彦君、木川田仁君、井上秀隆君、品武志君、鷲尾栄一郎君、湯野木道義君、小川淳也君、工藤正三君、遠藤隆君、大串博君、郡和子君、福田昭夫君、泉健太君、渡辺光一君、津村圭介君、三日月泰造君、菊田真紀子君、近藤陽介君、古本慎一郎君、劉博文君、永山文夫君、湯川和幸君、長島昭久君、田島要君、吉田泉君、篠原隆君、山口剛君、生方幸男君、木原誠二君、牧原秀樹君、山野井和則君、
竹政光一君、長妻昭君、松本武明君、大島敦史君、中山康秀君、西村明宏君、花梨康宏君、馬淵澄夫君、木川田徹君、辻元清美君、荒井聡君、後藤仁志君、古川元久君、松野博一君、金子康史君、平井拓也君、吉野正義君、中川正春君、安住淳君、原口和弘君、近藤昭一君、枝野幸男君、渡辺修君、松原仁君、森山博史君、西川光也君、宮越光弘君、今津博史君、山本拓君、細野豪志君、現場光一郎君、前原誠二君、岡田克也君、大畑明宏君、高木義明君、赤松弘隆君、海江田万里君、野田義彦君、菅直人君、横道隆弘君、辻清人君、柳和夫君、金子恵君、斉藤弘明君、小林隆之君、佐々木一君、田野瀬泰道君、岩田和親君、田畑弘明君、田中秀幸君、穴見陽一君、中山典弘君、橋本秀則君、津島淳君、堀内典子君、木内仁志君、小田原清志君、神田健二君、井上隆弘君、中村博之君、高橋日奈子君、長坂康政君、川田隆君、松本洋平君、赤間二郎君、関義弘君、清水誠一君、八木哲也君、池田道隆君、末吉光則君、土井徹君、萩生田光一君、北川智一君、北村誠吾君、木原みどる君、中根和之君、伊豆原康二君、伊藤忠彦君、土屋品子君、渡辺博道君、河野太郎君、今村正弘君、宮下一郎君、鈴木淳二君、奥野信介君、小里康弘君、小此木八郎君、中谷源君、浜田康和君、細田博之君、竹下渉君、江崎哲馬君、河合克行君、松本淳君、山口大明君、河村武雄君、高市早苗君、野田聖子君、石破茂君、甲村正彦君、金田勝利君、望月義雄君、岩谷武史君、山本幸三君、稲田智美君、新藤義隆君、根本拓海君、下村博文君、茂木利光君、古谷圭司君、谷垣貞和君、安倍晋三君、青山周平君、宮川典子君、武藤隆也君、井野俊郎君、国場幸之助君、山田美希君、豊田真由子君、勝沼茂明君、宮沢博之君、福田達夫君、新海雄二君、大野慶太郎君、中川俊直君、武部新君、小松豊君、宮内秀樹君、星野剛君、細田健一君、熊田博道君、小林茂樹君、大塚隆君、上野健一郎君、園浦健太郎君、大塚拓君、比嘉夏実君、中川優子君、若宮健二君、田中良生君、秋元司君、実川信秀君、小島俊文君、福山守君、菅野幸子君、
田所義則君、西銘幸三郎君、徳田武史君、桜田義孝君、古川義久君、橋本岳君、山本智弘君、鈴木圭介君、小泉進次郎君、長谷博史君、長岡恵子君、平沢勝栄君、越智隆夫君、土屋正忠君、富岡勉君、平口博史君、松本文明君、鴨下一郎君、佐藤勉君、上川陽子君、高木剛君、佐田源一郎君、後藤田正純君、石田正俊君、林田武史君、岸信夫君、西川京子君、麻生太郎君、甘利明君、石原信照君、菅義偉君、岸田文雄君、田村典久君、小野寺逸典君、塩崎康久君、都会喜三郎君、塩野谷龍君、上杉光弘君、三原朝彦君、二階俊博君、大島忠盛君、金子和義君、船田一君、相沢一郎君、山本雄二君、小池百合子君、村上誠一郎君、野田武史君、鳩山邦夫君、安岡沖春君、堀康介君、宮崎健介君、小倉正信君、鈴木典一君、吉川健君、白須賀隆樹君、武井俊介君、今野智博君、秋元正俊君、勝又隆明君、東郷哲也君、島田義和君、藤井久幸君、竹村信秀君、堀井学君、根本幸則君、安藤博史君、瀬戸隆和君、宮崎正久君、角博文君、山下隆君、助田重義君、藤丸聡君、高木博久君、坂本哲史君、秋葉健也君、柴山正彦君、神山彩智君、富樫博之君、関係一郎君、三林博美君、井上真嗣君、西村康稔君、菅原一秀君、江藤拓君、原田健二君、近江誠君、赤枝恒雄君、武体俊介君、谷光一君、谷川八一君、後藤茂之君、小渕優子君、武藤陽二君、高取修一君、福田峰幸君、石原博隆君、梶山博史君、福井輝君、江戸明則君、田中和則君、吉川貴盛君、松島みどり君、三谷則夫君、伊藤慎太郎君、武田良太君、鈴木俊一君、山口俊一君、木村太郎君、加藤勝信君、原田義明君、竹本直和君、棚橋康文君、伊藤達也君、遠藤俊明君、町村信孝君、森英介君、宮地和明君、林元雄君、山本光一君、坂本浩二君、江藤誠志郎君、丹羽優也君、額賀福志郎君、川崎二郎君、小林文明君、藤原隆君、石崎徹君、今枝総一郎君、茨林達典君、大久保美代君、中谷真一君、牧島可憐君、野中淳君、大岡俊孝君、田畑剛君、古賀淳君、石川昭正君、鬼木誠君、門山博明君、大串正樹君、
山田健二君、前田和夫君、池田義孝君、笹川博義君、寺田稔君、伊藤義孝君、斉藤健君、立花圭一郎君、船橋俊光君、長崎幸太郎君、酒井学君、吉家博之君、森山雅人君、亀岡義民君、渡嘉敷直美君、白石徹君、桜井博君、小泉隆二君、平正明君、木内実君、山際大志郎君、丹羽秀樹君、佐藤明君、加藤寛治君、大西秀夫君、中村喜四郎君、北村茂雄君、長島忠義君、阿部俊子君、赤澤良生君。投票漏れはありませんか？ありませんね。はい。投票漏れなしと認めます。投票箱を閉鎖します。開票いたします。議場開鎖をいたします。投票を計算させます。投票の結果を事務総長から報告いたします。投票総数476、
可とする者白票328、非とする者正票148。右の結果、平成25年度一般会計予算ほか2案は、委員長報告のとおり、可決をいたしました。本日はこれにて散会いたします。